日の担当、アンズです。今回はロスタイムライフさんの不老不死を作ってみました。ロスタイムライフさんは作曲家の湯崎はじめさんを中心とした音楽ユニットで、さまざまな歌入り BGM を作っています。曲上はかっこいいバンドテイストから、今回の不老不死みたいな軽やかな感じまで、いろんな雰囲気の曲を手掛けていらっしゃるんです。今流れてる BGM も湯崎はじめさんのフリー BGM をお借りしました。めっちゃいいよね。他にもたくさんの曲がありますので、ぜひ一度聴いてみてください。さて、今回の回路についてですが、ちょっと背景が今までと違ってたのが分かりましたか？今回からシーズン10から実装されたグリッド島という島を使い始めました。今まで使っていたザ・ブロックよりもめっちゃ広くて、しかも平坦なんです。まさにここでミュージックブロック回路を作ってくださいと言わんばかりの場所ですよね。皆さんもぜひグリッド島を使ってみてください。それでは今回はここまで。この後は演奏回路の作り方について解説します。それではどうぞ。フォートナイトのミュージックブロックを使って演奏を作りましょう。はじめに床を置いてミュージックシーケンサーを重ねます。向きを決めたら L アパートメントギャラリーからこの模様の床を2枚と、アンビエントギャラリーからトーチを1つ置き、繰り返し並べていきます。ミュージックブロックを設置したら、グリッドスナップ4か8に切り替えて枠の中に置きます。演奏が長くなる場合はミュージックシーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではたくさんあるミュージックブロックの種類に番号をつけています。地面に置いた直後のプレイヤーの側の列を1番とし、奥の17列目まで全て番号で呼びます。設計図のブロックは演奏の役割ごとに色分けしています。演奏通りの再現をしたい方は補足に書いている番号の列のブロックを使ってください。これが今回のミュージックシーケンサーのカスタマイズです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。長い夏休みに音ブロックを使った演奏作りに挑戦してみませんか？ミオトチャンネルでは土曜日曜の夜20時に動画を投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は曲名、歌手名、そしてマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてくださいね。本日の担当は時熱アンズでした。暑くて溶けるわー。